演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのクリーム白玉わらび餅を食べたいと思います。和風のですね、わらび餅、わらび餅にクリームって結構なんか珍しい気もします。ではオープン。中はどうなっているのでしょう。ぎっちり詰まってて、これだとちょっと見えませんね。いろいろ乗ってるきな粉もあります。ではいただきます。お、中から小豆が出てきましたね。これは楽しめそうです。和の風味を、この味、確かにあんみつとも違いますね。下には小豆だけでなく寒天も入っていて、あんみつのような感じだったのですが、寒天は一かぎらで、あんみつともちょっと違う、そんな感じでしたね。フルーツが入っていればまさにあんみつだったんですが、フルーツの絡みにわらび餅、ちょっと何がしたいのかよくわからないんですが、とりあえず美味しかったので、こちらの提供させていただきました。きな粉は香ばしくて良かったですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。